ようですね。じゃあ降りてください。はい、裸が似合う男ですね。これ結構ね、筋肉ついてる。最初はもっと痩せてるんですけど。はい、はい、では最初にまず馬を呼んでもらいましょう。はい、あ、この辺り口笛は選択できるんですね。アフリカでの馬を呼ぶことができると。来ましたね、馬ね。はい、はい、じゃあ馬に乗って周りをちょっと見てください。はい、はいはい、馬ね、馬もどこでも呼べます。ほうほうほう、まあちょっとね、股間がちょっと当たってたんですね。これあの男子は必ずやりますね。まあね、はい、まあ、あの辺もミッション行ってもいいですけど、ほうほう、まあこっちなんだ今日は。じゃあちょっとあのマップ開いて状況の確認をしてもらえますか。はい、アイドロイド、はい、来ましたね。これマップなんですけど、はい、こっちジャングルが広がって、 あそこがちょっと怪しいと。あそこに行きます。ターゲットです。今回のミッションは、はい、はい、で、あの道沿いに行ってもいいんですけど、馬なんでちょっとね、行きにくい。そうですね、ジャングルちょっと行きにくいなと。なんで馬やめます。いや、やめます。馬はいいけど、せっかく呼んだけど返してください、はい、で、まあ、馬は置いていくんかというお叱りありましたけど、実は戻せます。フルトンで出ました。基地に戻せます。基地言ってるけどねえ、それはまあまあ、はい、はい、じゃあ崖側から回りまくりましょう。はい、でこの向こうに崖があって、はい、ショートカットができるんですけど、ええ、ここで新しいギミックが。あんたネイキッドじゃないか。気づかれちゃいました、ね、ほら、そんな格好では危険だ。そりゃそうでしょう。趣味じゃなければ何か着るんだ。趣味って呼吸を指示してくれ。ツッコミどころがたくさんありますね。じゃあせっかくなんで新しいスーツを主演補給してもらいましょうか。はい、もうヘリで段ボールで送ってもらって、ちょっと崖の上に今指定しました。なるほど、これわざと崖の上に今。あの、はい、時間短縮。なるほど、クラックがあるな。クラッククライミングで登れそうだ。おお、ああいう割れ目があるんですけど、はい、まあここは登れると。おお、すごい。あ、そういうことなんですね。はい、まあ登ることが、まあ、あのロボットアームなんでぶっ刺して、はい、アイゼン代わり。あれ敵のヘリなんで、はい、見つからないように行きましょうね。おお、ロボットアーム、ちょっと今回何かキーポイントになりそうですね。ちょっとね、赤じゃないでしょ、はい、色が違うんで、あれ別のロボットアーム。おお、ということはあのちょっとまあ、うん、素手の方がしんどいんでね。あ、来ました。あ、さっき頼んだ新本が届きました。ダンボール、もうね、宅配の時代ですからね、やっぱり。え、さっきあのパラシュートどこ行ったんですか。はい、そうです、パラシュートで運びました、はい、パラシュートは燃えたんですかね。はい、あの痕跡を残す、これ新しいスネーキングスーツ。ー来ましたね、新しいスネーキングスーツ、はい、ブーツも調子いいだろう。まあ裸でもいいんですけどね。おうおうおう、服の着替えはこのようにできます。なるほど、はい、ちょっとこういう意味であのマザーベースを育てるのが一番楽しみになってきたんですけどね。それはもしかしてその靴も最新作か。これそいつなら君のライフスタイルにフィットする。これはこの後紹介する、マグマリのイベント、プーマさんで紹介する、これ発売しますんで。ただの CM じゃないですか。いや、これむっちゃ用できるんですよ、見せすぎ情報、はい、なるほど。はい、はい、頂上にたどり着きました、はい、ちょっと後ろ向いてもらえますか。まあ、ショートカットですね、はい、はい、おお、
まあ、これ全部行けるんですよね。行けます。あの今行ってもいいですし行かなくてもいいですけど、うん、今用事なのこっちの奥なんで、はいはい、じゃあ奥の森の方に進んでいきたいと思います、はい、この奥森なんで、はい、ほとんど視界が通らないんですよ。どうするかという話ですね。そういうことですよね、はい、でこの黄色いロボットアームは、はい、ちょっと違うことができるんで今からお見せしますが、はい、ちょっと見通しが悪いところだと双眼鏡が使いにくいので、そうですよね、まずは何のチェックすればしにくいんで、はい、ちょっと調べたいと思います。ロボットアームピンレーダーロボットアームでできるんですね。で生物に反応します。ほうほう、丸いのが敵かどうか分かりませんけど、ええ、小動物から動物からあれ反応してます。なるほど、機械には反応しませんけどね。はい、生物探知できる。であのところを、まあ、自分見てみると、敵がいましたね。いました。でこれが、はい、アナライズ中です。アナライズ分析して、うん、今能力値が出たんですけど、ちょっと A のマークついてますんで、はい、結構いい敵兵です。これはマザーベースで開発したからできるんですけど、そういうことなんですね、はい、それによって、まあ、倒すか、はい、ということができる、まあ、いらない兵士は取るとしないしないということですね、はい、で今2人、まあ、ちょっといい兵士なんで捕まえてみたいと思います、はいはい。これサプレッサー付きの麻酔銃ですね、うん、はい、はい、ダメです。あ、ヘルメットかぶってヘルメットかぶってたんで、はい、まずは端っかいされました。ます、ちょっと敵の注意をそらしたいと思います。で、個人兵器、はい、これ何ですか。バルーン、バルーン、あー、どうですかこれ、なんですか。デコイ、デコイ、ウォーカーでも空気で出てきました。あれ喋るんですよ。え、大塚さんの声で音と人形で敵を観覧させた。ちょっとアホな兵士さんが今、ね、向こうに行ってますけど、じゃあ今注意引きつけて、はい、あとホールドアップして、その間に、はい、あ、気づかれました。増え違ってます。おっ、はい、はい、これであの2人の優秀な兵士ゲットできましたので、はい、ほう、まああんなバルーンで誤爆させるような兵士はいらんのですけどね。まあね、あとでね、基地に帰って、はい、説得して仲間になる。まああるんですね。はい、この先もですね、まだまだ見通しの悪いところが、はい、ずっとこういう状況なんで、なるほど、ちょっとここで、はい、強力な助っ人を呼びたいと思います。それがまさかの先ほどの、はい、バディの一人ですね。ほう、え、ちょっと待ってください、バディの一人。はい、クワイトさん、バディの一人ってを呼びます。なるほど。まあ数は加えて嫌いなんで、はい、やめてくれと言いますよね。言ってますけど、仕事もらしなんぞと。数の趣味ではないんですよ多分ね。趣味はボスが好きな、ボスが好きな。なるほど、はい、ちょっと今パラシュートの影が映りましたけど、はい、はい、あ、おお、マザーですから。この人はもうヘイロー効果も得意ですからね。マザーで、はい、あんなとこ、あ、来ました。こむちゃくちゃ強いですからねこの人。そうね、はい、やっぱりスナイパーですからね。スナイパーです、はい、攻撃中ですからね。小林さんちょっと見てみましょうか、うん、まあ目の保養にもなりますけどね。なんで見たんですかこれ、ダンサー。うなずきました。あ、まあでも敵か味方かわからんのでね。そういうことですよね。あ、まあいいですねこの教官と弟子みたいな。じゃあここからクワイトの力を借りて戦闘を再開したいと思います、はい、索敵をしてもらいます。まずですね、はい、狙撃ポイントを指定して、はい、はい、そこに潜んでもらって、ほう、あのプレイヤーの戦闘をサポートしてもらいます。あくまでもじゃあサポートという形なんですね。あ、いろんなことができます。めちゃくちゃ早いんでね、これ。早い。早い。いや、見えない。はい。まあ、一緒に戦うこともできますが、基本はスナイパーなんで、はい、あの、索敵とか諜報活動してもらいます。なるほど、なるほど。で、今、緑のマーク、はい、あそこで、スナイピングポイントについたということ。あ、まあ、ちょっと銃声が聞こえました。ありましたね。これクワイエットの銃声とは違いますので、なんか、近くにちょっと敵が潜んでいるようなので、はい、ちょっと慎重にしてみましょう。なるほど。なんか BGM も変わりました。だから敵がいます。敵が、ほうほうほう。あ、クワイエットが、森に潜む敵を発見してくれましたね。あ、今の生物探査のクソダーじゃなくて、はいはい、クワイエットさん。お、これ緑のなんですか。レーザーサイトです。あのポイントしてます。で、あのまま狙撃命令も出せるんですけど、はい、まあ、せっかくなんで、はい、あの敵編もちょっとゲットしたいと思います。まあ、プレイヤーがどうするか、はい、で、鼻歌を歌ってたと思うんですけど、あれが合図です。ポイントしました。ほー。で、まあ、あの彼女に打たせることもできますけど、やっぱり、まあ、自分で打ちたい人はこういうふうに、うん、なるほど、なるほど、はい、
まあ、ポイントされてること知らないんでかわいそうですね、はい、フォローアップして、まあ、こんな間抜けの兵士もいらんのですけど、ね、でもブルゾン回収と、まあ、ちょっとね最初は人が必要なんで ね、 そうですね、見つかりましたよ、見つかりました、ちょっと大丈夫ですか、あ、え、今のはあ、クワイエットがヘルメットをクワイエットが送ってくれたんでヒットショットできます、なるほど、まだいるか、ナイスコンビネーションです、そういうコンビネーションもできるわけですか、はい、はい、敵か味方が分かりませんまだいいのですか、なるほど、ちょっと天気が悪くなってきました、あ、天候の変化を確認、あ、ちゃんと出るんですね、あ、雨降ってきましたね、強くなってきましたね、これはちょっと視界があんまりさらに良くない、まあ、音はね、はい、聞こえなくなるんですけど、はあはあ、敵の気配もちょっとプレイヤーさん気づきにくくなりますね、なるほど、はい、まあ、このように結構いい感じですよね、うん、あの潜入じゃなければね、そうですね、はい、じゃあちょっと加えたこの先さらに潜入してもらって、はい、今回ですね、先ほどの狙撃庫に潜むんではなくて、はい、指定エリア全体の索敵をしてもらいます、おお、はい、また早いですからね、見てください、なるほど、猛烈に早いです、移動開始しました、今裏側を、はい、いやこれおばさんじゃないですよね怖いんですけど、はい、青不足ですねじゃあクワイエットの役割としてはそのマーキングも先に行ってくれるんですか、索敵してマーキングしてくれます、ほお、拠点に到着しましたね、クワイエットが、はい、で次々と敵をマーキングしていってくれてます、はい、あれもう彼女がしたんで、おお、まあ、あいつらをどうするか自分が決めると、はあ、なるほど、これでだいぶ潜入がしやすくなりましたということですよね、まあ、いいとこはボスに任せるという基本をね、あのうちのスタッフと違いますはい、いいとこ取りじゃないよと、やっぱり、ね、雨降ってるとちょっと視界が良くないんで、そうですね、ちょっと天気を変えたいと思います、ね、はい、でここで皆さんずっと先にやってますファントムシガーを時間を早めたいと思います、うんうん、きた、おはこれ天候、これね夜はもうこんなに暗いんで、ええ、ちょっとやめた方がいいですね、ジャングルは逆に見えないですよね、はい、でも夜行性の動物もいますから、はい、ほうほうほう、もちろん夜潜入することもできるんですよね、はいはい、まあ、敵も見えないですよね、ということですよね、はい、現在今時間を進めて天候を回復しようとしてなんですけど、はい、あんまり進めると捕虜は死んでしまいますんで、一応捕虜救出ですからね、はい、なるほど、そうですよね、まあ、違うミッションならいいんですけど、ね、そうですね、そこを考えた方がいいです、ちょっと急がないとダメです、ね、ダク大丈夫ですか大丈夫ですかね、うん、さあ、はい、はい、雨止みましたね、はい、いい天気になりましたけどね、天気になりました、はい、じゃあ先にちょっとここから先は敵の数が多いようですので、気をつけてください、はい、うん、はい、クエットはそこ今いますね、おうおう、あの緑のマークですね、さあマーカーを変えて、これ最初ここに向かおうとしてたところです、はい、はい、で、あ、ちょっと重装備兵なんで、はい、重装備兵なんで、これはちょっと麻酔が効かないですね、はい、まあ、暑いでしょうけどね、ちょっとでも崖際に立ってるんで、うん、先ほどちょっとアイテムを利用したいと思います、バルーンの別の使い方をアイテムを利用する、でこい、お、そんなそんなわけあります？なるほど。あれ結構高騰テクニックね。そうですよね。成功してよかった。あ、近くにもう一人いましたよ。はい。でおびき寄せてます今。じゃあこいつも重装兵なので、はい、あれね、いいセンスだとかいっぱい言ってる人も今聞こえないですよ今日ね。このアームの能力を使ってみたいと思います。これ新しいロボットアームが回ってますね。はい、スタンです、スタン、ビリビリ、手に電気を貯めて相手にぶつける、はい、なんで他のアームもいっぱいあります、特殊仕様のと、それ早く開発したいですね、はい、で、あ、クワイエット、クワイエット来ました、おー、来た、ほら、クワイエット来ましたよ、さあ、そしてちょっとまだ周りに敵残っているようです、こちらの確認もお願いします、はい、はい、あれはもしや、あそこですね、ターゲットが、おお、ちょっとターゲットが尋問されているようなので、はい、急いで、はい、クワイエットに協力するので一気に倒しちゃいましょう、狙えと、クワイエットね、あの左の右のやつを狙えと、で自分はこっち、はい、同時、はい、うまくいきました、なるほど、はい、そういうコンビネーションもできるわけですか、まあ、はいはい、じゃあ急いでターゲットの元に向かってください、はい、ターゲットいましたね、ターゲット生きてますかね、生きてますかね、ターゲットがいました、監督じゃないですか、ターゲット発見、ん、ダンク、ダンク、
何で自分助けてるんですか。また捕まったのか。また捕まっちゃいましたね。はぁ、無茶しやがって。ボス、ダン君を、あ、ターゲットを回収してくれ。はい、フルトンで回収。なるほどなるほど、はい、回収。あ、フルトン失敗。見つかった、やばいですね。後ろのスナイパーに発見されたようです、はい、おー、これちょっとかなりやばい状況じゃないですか。あ、他の敵にも見つかっちゃいましたね、はい、戦闘になっちゃいました。ちょっと撃たれてますけどね、ダンク大丈夫ですか。でクワイトさんが後ろの敵を排除して協力してくれてます、はい、あ、ほんとだ、緑のマーキングもしてくれます。はい、はい、今次々とクワイト倒してます。じゃあ撃たなければクワイト撃ちます。あ、ちょっと橋を渡ってくる敵がいるんで、はい、ダンクグレネードで、はい、グレネードランチャーで。なるほどなるほど、橋を破壊して、はい、大丈夫ですかダンク。はい、あ、ダンクね、もう一人のダンクね。もう一人のダンク。よしよし、ダンク危ないぞと、はい、よし、成功しましたね今回は。じゃああとは脱出です。まあ、あの彼を助けたんであとは脱出ですね、はい、ホットゾーンを離脱すると。もう見つかってしまったんで、かなり出られてますね。クワイト来た。クワイトもついてきてくれてますね。は向こうでスナイプ級、はい、ジャンプ。これは大丈夫だな。ちょっと見ていきましたってことで、はい、さあそしてあ、クワイトがマーキングしてくれる、狙ってくれると。はい、あ、中速兵ですよ。はい、はい、ヘッド、はい、ヘルメット上がった。クワイトが、なるほど、はい、またクワイトが。あ、当たってる、当たってる、後ろに、後ろに当たってる。はい、クワイトが守ってくれてますんで、はい、今のうちに橋渡りましょう。はい、こう後ろから多分追ってきてますね、うん、あ、向こうの足からも追ってきましたね。はい、じゃあちょっとおとりを使いましょうか。これかなりヤバい状態じゃないですか。ヤバいですね、やばい状態。マガジンチェンジ、はい、はい、で、デコイをデコイいっぱい使いましょう。はい、1、2、3、はい、はい、おしゃれ、はい、嬉しいの術、はい、敵がまた引っかかりましたね。あれが古いかと思ってますんで、その間に、その間に敵を倒しちゃいましょうか。クワイトも助けてくれます。はい、おお、あ、よかった、危なかった、危なかったです。おー、危ない、はい、あ、また増えましたね。あ、もう、あ、マーキングしてくれました。はい、まあ、あ、さあ、そしてダイブして大丈夫ですかね。危ない危ない危ない、戻ってください。そうですね。あ、ダン君どうすんの。あ、挟まれましたね、はい、ちょっとちょうど下が枯れ草なので、あれね、燃えるんで火炎瓶を使いたいと思います。火炎瓶で、お前ちょっとね、そういう血のりも生かしてやれるわけですか。つや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 、あっ、血もだけ、はい、クワイトも売ってくれたりしますけど、はい、あっつやつやつ、あぶらぶら、クワイトいますよ、すごい、はい、僕の、はい、じゃあこれでしばらく追ってきそうにないんで、今のうちにヘル読んじゃいましょうか。はい、はい、はい、じゃあ行きましょう、ヘビに向かいましょう、行きましょう。あー、まあまあ、これ違う、これは敵のヘビですね、これ敵のヘビですね、ダメです、逃げてください、逃げてください、ダメです、ダメです、はい、飛び込みうまいな。はい、ちょっとやばいですね、これちょっと危険だけど、あ、ちょっと銃じゃダメだろうな、ランチャーで、ランチャーで倒すのね、はい、ラバクチェンジしますけど、あ、ちょっとちょっとやばい、ちょっとやばい、グレネードランチャーで、はい、外してますよ、ダンク。逃げてください。弾ないですよ、弾がゼロだった。弾ない。まあ、まあ、こういうね、はい、なんか予想外の出来事が。シーンはピンチですよ。予想外。はい、危ないですよ。お、ダンク撃たれてます。撃たれてますか、クワイト。はい。クワイトさん。どうしますか。あ、来た。さあ。はい、どうも、クワイト。あ、ここでもクワイトに協力してもらいましょうか。はい、ちょっとね、クワイト今どこにいたんですか。ランチャーないんで、普通のグレネードを投げて、はい、クワイトに当ててもらうと。これを撃って、どういうことですか。これクワイト撃った。なるほど、そんなことありますか。まあ、クワイトですかね。クワイトなんでね。まあ、敵か味方か分かりませんけど、ね、まだ言います、ね。はい、ほんで、ちょっとジャングル、ね、はい、これヘリ、味方、敵のヘリ倒しましたんで、この辺は降りることができないんで、はい、ヘリが、ちょっと開けたところまで行きます。なるほど。で、クワイトはこの間、猛烈に速く走って、はい、スネークをサポートしてくれてます。ほうほう、ちょっと見えないですけど、緑のが見えてると思うんですけど。ほうほうほう、移動開始します。はい、あと煙が怖いです、怖いですよ、はい、なるなる、大丈夫かな、
おお、厳しい。頑張れ、もう少し、はい、ヘリが飛んでいくぞ。行きますよ、ヘリが。あ、こうやって下げて、あ、ヘリ来ました、ヘリ。はい、追ってが来るんで。まだ追ってきてますね、はい、何ですか。いや、ホワイトさんが狙ってくれてる間に乗り込んじゃいましょう。はい、もうホワイトさん任せて。まあ、なんかかっこ悪いボスとは思えないゴールドですね。はい、クワイト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 、すごいですね、頑張ってますね。置いていくんですか、クワイト。いや、いや、まだやっぱりね、彼女はすごいんですよ、ほら、そう、あそこ戦ってますね。移動しながら帰ってこい、帰ってこい、おい、帰ってきた。はい、ほー、クワイトも乗って帰ってきました。これで脱出、結構腕打たれてますね。本当ですよね。まあ、ちょっと夕方なんて言ってましたけどね。いや、監督、これ正直クワイエット一人でもいいんじゃないですか。いやいや、まあ、いろいろ使い方ができるんで。ほう、はい、クワイエットさん。でもクワイエットは最初から一番で見るとね、うん、もう目線が、あ、これ今こっちに行っちゃいますけども、はい、あ、今精神状態が、まあ、先か見方がわからないですよね。すごい強い。これでも監督あれじゃないですか、クワイエット最初からいたら、まあ、結構楽に潜入できそうな気がしますね。いや、あのね、クワイエットがこうなるにはかなりのことが必要なんです。やっぱりそこはあるんですね。自由潜入なんで、まあ、クワイエットに合わない人も当然いますし、合わなくても進行できる、連れてこない人もいますし、ここまで、まあ、ある程度親密度が高くないと一緒に行けない。じゃあそこもやっぱり物語が、まあ自由潜入なんで、自由潜入は自分で考えてくださいと。ちょっと今回発見されて先頭になっちゃって、ランクはクタバコ吸って時間もかかってるから、スペシャルアスリット5ファントムフェインに期待してくれ。ちょっといいですね。この後も東京ゲームショー楽しんでくれよ。敵を倒しすぎました、そういうこと。